ずっと前から気になっていたパイナップルのコースは肉を柔らかくする説、これ本当なのかやっていきたいと思います。まず漬け込んだ方と漬け込んでない方をリンゴのチップでローストポークにしたいと思います。ローストポークによく使われる部位はロース、肩ロースがあります。今回は肩ロース 500g を2つ用意しました。豚肉はね、昔からよく焼けって言いますけども、なぜかというとサルモレラ菌やカンピロバクターなどの食中毒のリスクがあるからです。厚生労働省のホームページによると、63度30分以上または70度1分以上の加熱であればこれらの菌は殺菌できるそうです。まずはミキサーでパイナップルジュースを作り、一晩中漬け込んでいきます。
それではいただきます。上がじゃない方で下がパイナップルに漬け込んだ方です。これ正直わからないですね。上の方が油が乗ってるんですよね。パイナップル漬けの方が若干表面が柔らかいんですけれども、ほとんどねわからないレベルです。検証の結果、分厚い肉ではほとんど違いがないようです。薄い肉でやれば違いがね出るかもしれませんので、薄い肉でねやってみてください。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。